はい、こんばんは、しげもんです。どうも。今大阪駅にいるんですけど、時刻がもう日が変わる12時前です。これから東京の方に移動しようと思ってるんですが、今回はサンライズエクスプレスで東京まで行ってみようと思っております。はい、そして今回はサンライズエクスプレスのシングル、これに乗ってみようと思っております。じゃあまだ30分ほどありますけど、改札入ろう。はい、11番乗り場から乗ります。はい、この時間なんで回送列車も来てますね。はい、今11番乗り場に降りてきました。こんな感じ、なんかもう人はそんなにいないですね。で、乗車券は改札に通すんじゃなくって窓口で切符を切ってもらいましたね。うん、でここにサンライズが入ってくるのか。そしてサンライズエクスプレスは大阪から東京まで行けるんですけど、この駅に入ってくるのが0時32分、そして出発するのが0時34分だそうです。だから2分間しか停車しないので、そこで乗り遅れたらアウトですね。だから本当は先頭車とか見たいんですけど、ちゃんと並んで入りたいと思います。はい、時刻表一番下ですね。0時34分、サンライズ瀬戸出雲、これですよ。はい、今12時過ぎで、まあ、4分ぐらい遅れてるみたいですね。で、自分の切符部屋は、7号車なんで、とりあえず7号車のあたりにいることにします。はい、まだ列車が来るまで20分ほどあるんですけど、まあ、ホームはこんな感じで、向こうに待合室があるみたいですけど、まあ、時間が近づいてきたらもうちょっと人が増えるのかな、まあ、分からんけど。で、寒いかなと思ったんですけど、今日はそんなに寒くないですね。だから全然ホームで待てます。で、ちょっと楽しみで早く来すぎちゃったんで、もう少し待ちたいと思います。はい、そろそろ時間ですね。ちょくちょくホームにお客さんが増えてきました。うん、でやっぱり入ってくるところをちゃんと見たいんで、ちょっと離れた位置にいます。ほんでピャッと取ってさっと乗り込むという感じです。あ、来たかも。すごい光ってる列車が入ってきた。うわー、どんな感じかな。ちょっと模型では見たことあるけど、実車は初めて見るかも。お待たせいたしました。11番乗り場到着です。はい、入ってきましたね。うわー、かっこいい。乗り遅れないようにとりあえず入ろう。よいしょ、ね、よいしょ、お邪魔しますと、ね、こっちか、こっちでした。7号車ね。あ、ここだ、ここね。はい、お邪魔しますと。よいしょ、よいしょ、閉めて。よっしゃ、よっしゃ、来た来た。お、ちょうど動き出した。おお、さよなら大阪駅。わ、2階なんで高いね。はい、とりあえず乗り込むことができました。でも12時過ぎてるんで、あまり大きい声は出せないんですけど、内装はこんな感じ。一回ちょっと外に出てみようか。こんな感じか。で、入ってこうテーブルがありますね。テーブルがあって、コンセント、ね、で、鏡がある。そしてスピーカー、コップ、で、なんかゴミ袋があって、スリッパがあって、で、ここに荷物置きがありますね。よいしょ。で、これが車内で、今僕がいるのが7号車です。7号車、
そうですね。ちょっと後で静かに探検は行きたいね。で、送風があります。これはここで風をこうできるのか。で、禁煙で、ラジオで、今12時42分静かにね。よいしょ、閉めて、よいしょ。あ、で、ここ2階なんで、こう上のね、この傾斜がすごいね。こんな感じか。で、今ちょっとタイムラプスを撮ってるんで、マスキングテープで iPhone をひっつけてますけど、これね、こんな感じ。今どこやろ、どこか全然わからない。よいしょ。あ、ほんでこれか、座席があって、このシートと枕と、なんかモフモフした毛布ね、モフモフ毛布があると。これで全部かな。お、こうしたらいいか。こんな感じです。あ、ほんでハンガーもある。こんな感じです。で、あんまり騒げないんですけど、とりあえずお客さんはね、こっちとこっちにはいなかった。だからまだ大丈夫かな。一旦ちょっと荷物を片付けます。ちょうど今車掌さんが来ました。これね、なんか切符カチャカチャってしてくれましたね。あとはもう寝るだけかな。でもなんか寝るのもったいないんで、もうちょっとだけ探検したいな。はい、とりあえず荷物を片付け終わって、まあこんな感じ、まあこんな感じって言っても分からないですけど、とりあえず、このサンライズ出雲かな、今乗ってるのは出雲なんですけど、これは、瀬戸と出雲がこうひっついて、で東京まで一緒に行くと。で、東京まで行く列車は大阪で停車するんで、まあ、0時34分から、乗り込んで、で朝の東京駅に着くわけですね。ただ逆の東京から大阪っていうのは乗れないということです。今ホームを見た感じ、やっぱり仕事とか出張で乗り込むという方が多そうですね。まあ、僕もそうなんですけどね。で、ここが B 寝台のシングルなんで、料金ちょっとテロップで出しておきますけど、まあ、新幹線にちょっと多い気にして乗れるという感じかな。あとは伸び伸び座席とかもあって、新幹線よりも安く東京まで行くこともできるということですね。うん、で、乗り心地なんですけど、結構揺れますね。でしかもここ2階なのもあるかもしれないですけど、なんか割と揺れます。だからもしかしたら車酔いよくする人とかだったら酔うかもしれない。で、音はまあこんな感じ、電車に乗ってるっていう感じですね。多分僕の声の方がうるさいと思うんで、あんまり騒げないんですけどね。で、あとは僕この切符は天王寺で買ったんですけど、伸び伸び座席と、B 寝台のソロかな、それは売り切れだったんですよね。で、これが空いてたと。で、やっぱり大阪から乗る人っていうのはそんなにいないのかな。うん、座席が空いてる、まあ、曜日にもよると思いますけど、座席は割と空いてましたね。ただ伸び伸び座席っていうのが結構埋まりやすいみたいです。うん、まあ、完全に移動手段ですね。あとはちょっと車両の中をちょっと見たいので、1時前ですけど、静かに車内探検をしていこうかなと思っております。はい、というわけで今回はサンライズエクスプレスに乗り込んでみたよというお話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは、さいなら。よし、じゃあ探検行こう。